会ったこともない人、聞いたこともない歌、触れることもなかった風、僕の知らないもう一人の僕と出会い、僕の見ない夢を見る。今一度時空を超えて冒険の旅へ、殺された未来を助けに行こう。時の闇の降る前に、アナザーエレン、時空を超える猫。はいどうも、サオでございます。本日の動画はアナザーエデンですね。前回でもアナザーエデンの動画を出しているので、どういうゲームかっていうのは下の概要欄から撮ってください。で、今回のアナザーエデンの顔隠れてるけど、縛りプレイでどこまでいけるかっていうのをやってみようかなって思います。で、縛る内容はガチャですよね。ガチャ、チュートリアルガチャで1回と、10章クリア記念に1回引こうかなと思ってます。ただその2回目のガチャはどうせ星さんが出ると思うんで、このチュートリアルガチャでね、出たキャラクターがね超重要になってくると思うので、チュートリアルガチャの前に来てるんでね、ここで運命をね決めたいと思います。最初のポケモンを選ぶみたいな感じですよ。選べないわ。ボスとかね、属性弱点あるんで、できれば強敵のボスに弱点つけるキャラとか、あとヒーラーは出ないんですけど、最初のガチャだと、一体だけなんか治癒っていうリジェネ効果を持ったキャラが出るらしいです。その子をね、引いていきたいんですけど、そんなうまくいかないんですけどね。ここがね、ガチャの夢見場よくわかんないですけど、になります。ぶっちゃけね、なんでもいいけど、バリブルチャントとか、果たしてこの無課金攻略で使えるのかっていう、やっていきましょう。出会います。これは星4確定です。バカッと。パリサ、わかんないけど、女の子出ました。風っぽいですね。私が必要。ティナの声だ。はい。パリサ、ありがとうございます。この子でやっていこうと思います。もちろん主人公はね、絶対編成になってくるんじゃないかなって思ってます。あと、溜まったクリスタル、石は、クリア記念にバーって引こうかなって思ってるんですけど、果たしてそこまでいけるのかみたいなところありますね。バリブレンちゃんと腕力 10%、 速度 10%、 いいんじゃない。スキルファイヤー、火か。サラマンダー戦やばそう。凸2回、腕力知性バフ持ってる。これいいんじゃない。腕力知性バフ。これは魔法と攻撃、物理攻撃、両方上げられる。待った。うわーって思ったけど、最初に出てきたとき。デバフも持ってるね。全体攻撃は持ってないのかな。さすがに持ってたら強すぎるか。突入回。敵単体。単体いいやね。そうだ、ストーリーは、おのおのでやってもらった方が分かりやすいと思います。なぜかというと、録画時間が膨大になるので、基本的に、何かしらのクエストやったりとか、ボス戦とかの時を動画にしようかなって思ってます。なんで、ストーリーを全部なぞるわけではないので、ご了承ください。ということで、ここもスキップさせていただきます。
ちょっと2日空いちゃいましたね、前回の収録から。ちょ、気分が乗らなくて。ということでやっていきましょう。あのね、女の子さらわれましたね。おじいちゃんさ、池あるどみたいな感じで言うけど、めっちゃ危険な魔物だったら、いや、お前は行くなって止めるよな。それほどリーカが大事、リーカじゃねえや、リーカ大事だけど、今回のシワリプレイは名前忘れちゃった、フィーナだっけ、抱えられてっかんな、右に。粗雑に扱いすぎでしょ、フィーネか。まあまあ、でもね、今回の実況はまあまあ言ってるかもしれないですけど、2日前にあのストーリーはあの全部お見せすることできないので、もう常にパソコンの前に張り付いていないといけないっていう状況になるので、まあこの最初だけ、まあ、気が向いた時にとか、あと隠しアイテムの方法みたいな感じでね、やりながら出していこうと思います。というわけで、このちっこい剣で立ち向かいましょう。体力回復するの忘れてるわ。まあ、どうせ負けイベなんでね。はい、どすこい。9999。まあ、このシーン見るのもね、4回目なんですよね。録画ミス2回と。あのちゃんと進めてたデータ、まあ、消したんですけど、まあ、というわけで、まあ、お決まりの主人公覚醒、まあ、このね必殺技みたいなのもね、なんか10勝クリアぐらいから使えるらしいんですけど、まあ、分かんないですけど、この発色がいいっていう、ね、まあでもね、どうなんだろう、1章から5章ぐらいは積まずにいけるといいんですけど、今回の縛りはロルフに働いてくるのかって。あ、まずチェンジができないですよね。チェンジできないと回復のソースなくなるからな。ま、やっぱ仲間は多い方がいいっすよね。はい、すごい剣。まあここら辺な、どうしよっかな。まあとりあえず流すか。宇宙アナザーフォースだと。アナザーフォースとはなんか獣みたいの見えたけど、魔獣みたいな。結局魔獣王の方が強いもんね、スケールが違うから。スケールが違うんですよね、やっぱり。はい、ありがとうございます、命だけは助けていただいて。というわけで、まあこのフィーナをね、救いに行くという物語になっております。森を進んだ先にね、カブトムシ君がいたので。まだね、サクサクいけると思うんですけどね、2、3章までは。他の人も、ね、チュートリアルガチャだけ引いてるって人もいると思うんで、2、3章までは。曲かっこいい。あ、ただこの子、弓の子めっちゃ体力低くて、やっぱりヒーラー、いないから、ちょ、やばいかもな。リーカ全力で育てても、やっぱ MP っていうものは足りなくなるわけで。やばい。なんかやばくない？早速。これ、なんか、変形するやん、こいつ。あ、ため始めただったわ。
あ、そうそう。なんかウィークになるんだよね。この状態になると。ブレイアウト。お。やばくない？あ、全然大丈夫だった。いや、怖い怖い怖い。あー、大丈夫だった。弱体化してるやん。早速やばい気がしてきたんですけど、まあみんなもこんな感じかな。OK。まあ君はちょっとね、レベル5ぐらいの主人公に負けるようじゃ、ちょっと障害にはならないかな、この縛りの。かわいいキマイラよ。いいっすね。ディシディアでも戦いましたけど、こんなのと。もう一体来るんでね、こいつがね。挟み撃ちと。あ、これネタバレ言ってる俺。まあ大丈夫でしょう。まあこれはやばいぞと。やばいぞという時にね。あー、ちょ、若干タイミングずれたんですけど。謎の時空の亀裂。というわけで、ん？これ1章クリアかな？ 1 章クリアですね。まあ2章の最初までやっていこうかなって思います。それはまた誰も知らない、誰も出会ったことのない不思議な星見る、星の見る夢。さあそれでは殺された未来を助けに行こう。時の闇の振る舞いに。このセリフを俺、4回目ぐらいですかね。このセリフ言ったので、もういい加減殺された未来は助けに行きたいんですけど。あ、衣装が終わるとムービーがね、入るんですけど。多分オープニングにしてると思います。最初だけですけど。パート2からは、オープニングつけません。うざいんでね。何回もあれ流されたリスナーさん側は。というわけで、ここはどこじゃと。まあ、未来ですね。何千年後か忘れましたけど、未来にタイムスリップします。まあ、ヒーラーの子がね、ここで仲間に加わってくれるんで、まあ、今回の縛りのキーマンは、リーカちゃんっていうヒーラーの子ですね。そろそろ、かな？来ましたね。この子が今回のキーマンになります。いやーね、もう中心的にリーカをね、育てていかないと、やばいのかなって思いますけれども。まあ今回はね、このリーカちゃんをね、仲間にしたら、まあ、終わろうかなって思います。まあ、まだですよね。本領発揮はこの縛りの。まあ、3人いると楽だよ、やっぱり。ちょっと攻撃力低いけど。大丈夫かな？はい。リーカちゃんが仲間になりますね、これで。はい、アンドロイドのリーカちゃんですね。まあ、リーカはね、ショー変わってもずっとついてきてくれるらしいんで、たまに抜けちゃう仲間とかがいるんでね、それには気をつけつつって言っても、まあメンバー少ないから多分使わざるを得ないんですけど、まあどうにかね、どうにかなるはず。まあきっとガチャを引かなくても、クリアできるようになってると思うので、まあ、また、次回もね、次回からが本領発揮だと思うので、次回ご視聴もお願いします。でね、チャンネル登録してくれるとありがたいです。リカが仲間になったところで、はい、今回の動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。夜が降ったら今日を捨ててしまう。
あ